はい、今日は1羽で買ってきましたカンパチをさばいていきたいと思います。1匹800円でした。で、近似種であるヒレナガカンパチとは違うと思うので、まあおそらくカンパチであろうと思います。で、大きさは先測ったところ 65cm と、非常に大きいです。こんな感じです。こんな感じですね。匂いがですね、非常に、魚っていう感じの匂いがします。エラがこんな感じ。ちょっと黒いんかな。ちょっと心配な色ですけど、鮮度はあんまり良くないかもしれないですね。元式の血抜きもやっていきたいと思います。では、エラのところを穴開けます。カモは非常に大きくて開きやすいですね。この辺りに、こんな感じです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、出てきた。あ、出てきましたね。よしよし。水の色が血が混じってて。色は変わらないです、ね、口を押さえながらやるのがいいんかな。これやっぱり口からやっぱ出てしまうから、おっとお腹からも溢れそうになったので一旦これで終わります。これを逆さにして、いつものやつじゃ立てれないんで、この本立てで、よいしょ。先ほど死ぬ気したカンパチはこういう風に立てておきます。縦に立てて頭を下にしてます。こういう感じです。はい、では20分ほど放置します。死ぬ気終わりましたが、鱗がやっぱりついてたので、これでもうちょっと取っていきたいと思います。ハマチよりもしっかり鱗がついてたイメージです。ちょっと細かめの鱗がしっかりついてたんですけども、やってると思うと思います。まずエラを外します。エラが匂うぞこれ。次第に切り込みを入れて、よいしょ。はい、こんな密室です。一旦こちら置いときます。
よいしょ。はい、ではこちらを刺身にしていきます。この辺かな。よっ、よいしょ。では皮を引いていきます。よし、こっちはいった。はい、ではお刺身にしていきます。味見してみる？じゃあ仕込みを食べようか。うまい。おお。なんかキュッとしてて。これくらいをちょっとこう。しました。まあ寿司ネタやで。ちょっとまあこれ完成ですみたいな感じです。はい、ではお刺身完成です。これは実家に配りたいと思います。はい、では残りはですね、切り身にしたので、これは熟成してまた後日食べたいと思います。はい、じゃあ冷蔵庫寝かします。はい、以上で終わります。ありがとうございました。